キット級ミサイル駆逐艦はアメリカ海軍のミサイル駆逐艦の艦級。アメリカ合衆国で開発されていたスプルーアンス級駆逐艦の防空艦派生型の設計に基づいて、帝政イラン海軍が発注したものの、イラン革命によってキャンセルされた艦をアメリカ海軍が買い取って建造を継続、収益させたものである。イージス艦実用化前や、 有力な防空艦として活躍したものの、イージス艦の造成に伴って、相対的な陳腐化が指摘され、1999年までに運用を終了した。その後、2006年までに全艦が中華民国に売却されて、キールン級駆逐艦として運用されている。1970年代、パフラビー町統地下の訂正イラン海軍は、対戦世代のバトル級駆逐艦や、 アレン・エム・サムナー級駆逐艦を主力としていたものの、アレン・エム・サムナー級には、スタンダード艦対空、艦対艦ミサイル発射機を搭載し、また1971年から1972年にかけて、イギリス製のサーム級フリゲートを導入するなど、順次に更新強化を図っていた。またこの時期のイランは、モハンマドレザ・パフラビー国王の親欧米路線と、 潤沢なオイルマネーを背景に軍備拡張を進めており、空軍には海 -14 戦闘機、陸軍には M60A1 戦車などの新鋭兵器が導入されていたが、海軍もインビンシブル級系空母にも興味を持つなど大規模な戦力強化を検討していた。この一環として1973年頃より防空の中枢となる。 巡洋艦の保有が検討され始めていた。当時アメリカではデラックス計画の下で画期的な対戦艦たるスプルーアンス級駆逐艦の建造に着手するとともに同級とファミリー化した防空艦の計画を検討していた。帝政イラン海軍はこの DXG に着目し1974年に6隻を発注したが戦火が1隻あたり3億3000万 US ドルに 高騰したこともあり、1978年3月23日に5.6番艦はキャンセルされた。そして1979年にイラン革命が発生し、イスラム共和制に移行すると、新政府はこのような艦を必要としていなかったことから、2月3日に最初の2隻が3月31日には残る2隻もキャンセルされた。 しかし最初の3隻はすでに寄港されており、4番艦も建造準備が進められた状態であり、1から建造を始めるよりははるかに安上がりに艦を入手できる状態となっていた。もともとアメリカ海軍が検討しつつ実現できずにいた DXG の設計を流用した艦でもあったことから、これら4隻の建造はアメリカ海軍によって引き継がれることとなり、 調達費は1979年度補正予算としてアメリカ議会を通過7月25日に購入された。これが本給である。取得費は4隻の合計で13億5000万ドルであったが同年度本予算のオリバー・ハザード・ペリー級ミサイルフリゲートが6隻で12億ドルであったことを考慮すると安い買い物であった。キットとスプルーアンス級ピーターソン蒸気の経緯より 本級は基本的にスプルーアンス級をもとに防空艦として設計を修正したものであり、車両甲板線形をもとに艦尾を切り替えた朝鮮主労線形やモジュラー化された設計も踏襲された。ただし訂正イラン海軍の要求に従ってケブラーやアルミニウム合金による装甲を追加し、またペルシア湾を主な行動海面として想定していることから、 空気調和設備を充実させたほか、砂嵐への対策として、フィルターも強化されている。これらの設計変更により、元になった DXG の設計と比して、排水量は1000トン増加している。船体がスプルーアンス級と、ほぼ同設計であることから、主機も同級の構成が踏襲され、ゼネラルエレクトリック LM2500、ガスタービンエンジン4機を、 コガーグ方式で組み合わせて、可変ピッチプロペラに軸を駆動する構成とされた。また当初から、DXG への発展を見込んで余裕を持たせていた、ことから、電源も、同級と、同じく、出力2 0 0 0ットのアリソン501、軽ガスタービン発電機3機という構成になった。上記の経緯より、装備はいずれも DXG 計画、及び、これから派生した。 バージニア級原子力ミサイル巡洋艦に準じた構成となっており、海軍戦術情報システムの戦術情報処理装置を中核として統合されたシステム艦を構成している。改修後のマスト、アン、SPG-60 が水に移設され、空いたスペースにアン、SPS-49 が追加されている。また、アン、SPS-48 の 設置場所も高くなっている。上記の通り、本級は海軍戦術情報システムの戦術情報処理装置を搭載しており、リンク 4A、11、14での戦術データリンクに対応する。電子計算機としては、スプルーアンス級と同様に、アン、ス7を採用した。なお本級では、NTDS の主計算機として4米のアン、 クマイナス7を搭載するとともに、武器管制システム用の電子計算機として一米のアンクマイナス7も併載していたが、このように WDS 用の電子計算機を分離するのは他に類のない構成であった。回収の際に主計算機はアンクマイナス43に更新され、ソフトウェアも従来の NTDS のソフトウェアをもとにアン ークマイナス四十3で実行できるように書き直した RNTDS に更新された。またこの際に WDS もマーク14モッド5に更新された。なお、RNTDS はアッコズブロックレートも称されており、後にはさらにアッコズブロック1レベル1に更新された。対空センサーとして、ミズンに、アン、SPS-48C3 次元レーダーを搭載した。 ここは、スプルーアンス級では二次元式の案、SPS-40 が設置されていたが、設計段階から DXG として設計変更した場合には、SPS-48 を搭載できるように、所定の強度が確保されており、当初計画通りの装備変更となった。また、後のノン改修の際に、これを SPS-48E に更新するとと,ともに、 全省に二次元式の案、SPS-492 を追加した。これらの情報を統合する案、SYS-2 統合自動探知追尾システムも、搭載された。ソナーは、案、SQS-53A を、バウドームに収容して搭載した。長距離探知が可能な戦術栄光ソナーの後日、装備も検討されていたが、実現しなかった。電子戦装置としては、 当初は、電子戦支援用の案、SLQ-322 電波探知装置を備えていたが、後にサイドキック回収を受けて後にバージョンアップした。船体後部のマーク、26発射機と5インチ砲、防空艦としての本級の主兵装となるのが、ターターシステムである。本級の搭載システムは、カリフォルニア級原子力ミサイル巡洋艦で装備化されたものと、 同系統のデジタル化されたターター D であり、NTDS 及び WDS と連接されている。それぞれ案、SPG-51D 下機管制レーダーを1機ずつ、備えたマーク74ミサイル射撃式装置を2機搭載しているほか、艦砲のためのマーク86砲射撃式装置の案、SPG-60 下機管制レーダーもミサイルの 誘導に使用できることから、同時に3個の目標と交戦できる。ミサイル発射機としては、バージニア級で採用された新しい連装のマーク26が搭載された。その搭載位置は、スプルーアンス級で、アスロック用のマーク 16GMLS が搭載されていた、環境前の全パ板とシースパロー用のマーク 29GMLS が搭載されていた、管理側の2箇所である。 なお、全艦板のものは24発装填可能なモッド3、後部のものは44発装填可能なモッド4であり、また、後部のモッド4については、アスロックの運用に対応した。これらから運用される艦隊防空ミサイルとしては、当初は、スタンダード SM-1MR が搭載されていた。その後1988年より、運貯回収が開始された。 これによって、電子機器は上記の通りに更新され、ミサイルもスタンダード SM-2MR の運用に対応した。これに伴い、シア -3393 中間、誘導装置4機も搭載されている。ナオン諸回収艦については、貧者のイージス艦と通称されているが、特に SPS-48E のアンテナが、旋回式で即応性に劣ることから、 C スキマー A の応答時間は、アン、スパイ -1D レーダー搭載艦の4倍程度、かかるものと見積もられていた。なお艦砲は、スプルーアンス級の構成が踏襲され、54口径 127mm 単装砲を、選ロー艦班と、戦備艦班に1問ずつ搭載した。対艦兵器も同様で、ハープーン艦隊艦ミサイルの4連装発射等2機を、 艦中部に搭載した。対戦兵器は、アスロック対戦ミサイルと324立方ミリメートル連装単魚雷発射艦という、基本構成は同様だが、本級では、アスロックの専用発射機は搭載されず、艦対空ミサイル用のマーク26発射装置で、現用する形となっている。関西ヘリコプターとしては、s h c スプライトランプスマーク I を搭載し、 格納庫はに気分が用意されていた。台湾海軍では、SH-60BC ホークランプスマーク3を元にした、S、S-70C サンダーホークへ変更された。全艦インガルス造船所で建造された。アメリカ海軍での艦名は、いずれも太平洋戦争中に戦死した少将の名に、ちなんでいる。中華民国海軍に引き渡された、キールンと、 マコアメリカ海軍での運用は1998年から1999年にかけて終了した。退役後は高価なイージスシステムより劣るが手頃な艦隊防空能力を有するためギリシャ海軍やオーストラリア海軍が興味を示したが費用対効果の問題などで導入を断念。結局、中華人民共和国への配慮から引き渡しを見送ったイージス艦の代わりとして 中華民国に売却された。8億ドルをかけて最終駅及び改修が行われた。2005年12月17日には、キールンとウの二貫の収益式典が台湾北部のキールン港で行われた。2006年11月には残る二貫の左へとマコウが中華民国海軍へ引き渡された。またこの際に、 SM-2 ブロック E や艦隊空ミサイル248発及び、ハープンブロック232発も引き渡された。これらは、んちょ回収によって強化された状態を保っている。ただし、ルーア -5 型アスロックは旧式化に伴って1990年代に、退液、後継のラム -139 型垂直、発射アスロックは垂直発射装置専用のため、 キット級が台湾に引き渡された時点では、アスロックの運用能力は削除された。ありがとうございます。